今回は疫学についてのご説明をいたします。がん（悪性腫瘍）悪性新生物は日本人の死因の第1位です。主な死因は悪性新生物 26.5%、 心疾患 14.9%、 老衰 10.6%、 脳血管疾患 7.3%、 肺炎 5.1%、 誤嚥性肺炎 3.4%、 不慮の事故 2.7%、 腎不全 2.0%、 アルツハイマー病 1.6%、血管性及び詳細不明の認知症 1.6%、 その他が 24.5% となっております。主な死因のグラフをご参照ください。がんにかかる人（罹患率）、がんで死亡する人（死亡率）はいずれも高齢になるほど増えています。おおよそ日本人の男女ともに2人に1人は何らかのがんにかかり、男性では4人に1人、女性では6人に1人にがんで死亡しています。こちらのグラフをご参照ください。罹患率は一定期間にどれだけの疾病者が発生したかを示す指標であり、発生率の一種です。罹患率が上がるときには何かその裏に隠された原因がある場合が多いと言われています。男性の死亡率1から5位は、1位肺がん、2位胃がん、3位大腸がん、4位膵がん、5位肝がんです。こちらのグラフを参考にしてください。女性の死亡率1から5位は、1位大腸がん、2位肺がん、3位膵がん、4位乳がん、5位胃がんです。こちらのグラフを参考にしてください。男性の罹患率1から5位は、1位前立腺がん、2位胃がん、3位大腸がん、4位肺がん、5位肝がんです。グラフをご参照ください。女性の罹患率1から5位は、1位乳がん、2位大腸がん、3位肺がん、4位胃がん、5位子宮がんです。グラフをご参照ください。罹患率に対して死亡率が低い臓器のがんは、早期に発見しやすい、発症しても治りやすい、または進行が緩やかであると言えます。一方、罹患率に対して死亡率が高いものは、進行期で見つかることが多く、治療が難しい、進行が早いことを示します。膵臓に発生する腫瘍には、浸潤性膵管がん、膵管内乳頭粘液性腫瘍、粘液性嚢胞腫瘍、消液性腫瘍などがあります。膵がんといった場合、一般的には浸潤性膵管がんを示します。膵がんは発生部位によって膵頭部がん、膵体部がん、膵尾部がんに分けられます。がんは高齢になるほどかかりやすいことから、人口の高齢化に伴い死亡数は増加しています。こちらのグラフをご参照ください。一方、年齢調整後の死亡率（高齢化の影響を除いたものは）1990年代後半以降、減少傾向であり、これは早期発見のための検査、検診や治療法などのがん医療の進歩を反映していると言えます。がん罹患数は1985年以降、男女ともに一貫して増加しており、高齢化の影響を除いた年齢調整罹患率も男女ともに増加傾向です。部位別の年齢調整死亡率、男性の増加傾向にあるのは膵がんです。減少傾向にあるのは食道がん、胃がん、肝がん、胆がん、肺がんです。グラフを見ると、
1993年、肺がんが胃がんを上回っています。部位別年齢調整死亡率、女性の増加傾向にあるのは、膵がん、乳がん、子宮がん、減少傾向にあるのは、胃がん、肝がん、胆がんです。肺がんと大腸がんは増加していましたが、近年は横ばいから若干の減少が見られています。しかし、乳がんは増加傾向にあります。年齢調整死亡率とは、もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のことを指します。年齢構成の異なる地域間で死亡状況が比較できるように調整をしたものが年齢調整死亡率です。この年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることが可能となります。これで疫学のご説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。